はい皆さんこんにちは AIVTuber にゃんたです。本日はチャット g p t について紹介していこうと思います。チャット g p t っていうのは簡単に言うと AI のチャットボットになります。2022年の年末頃に OpenAI というところからリリースされて今非常に話題になっています。でチャットボットって聞くとこれまでもあったので、まあ、大したことないように思えるかもしれませんが返答のクオリティがですね人間と間違ってしまうレベルで非常に高くて。 最初私が使ったた時もですねすねごく感動しましま最近ではこのチャット g p t を使うことでアメリカの名門大学の試験を通過したということだったりとかあとは日本の英語のセンター試験で8割近く取れましたとそういった記事があったりしてとても話題になっていましたなのでチャット g p t を使いこなすことができればいろんな方面に対してのある程度高いレベルの知識というのが得ることができるということで これを使いこなせる人と使いこなせない人で作業効率に差が生まれてきそうだなというふうに思いますまた先日マイクロソフトがオープン AI に100億ドルの資金を投じる計画をしているとそういった発表があったので今後 Excel や PowerPoint のように当たり前に使われるテクノロジーになるかもしれません2023年2月現在ではアカウントを登録するだけで無料で使用することができるので興味がある人は是非使ってみてもらえればと思います それでは早速やっていきましょうはいそれでは最初にチャット g p t の登録方法について解説していきたいんですけども、えっと、チャット g p t っていうふうに検索するとこういったページに飛べるかなと思いますちょっとデザインはですね動画の見る時期によって変わってるかもしれないんですけども2023年2月現在ではこういったページになっていますでここからトライチャット g p t っていうところを押してもらえればと思います これはですね、アクセスが集中していて、チャット GPT には接続できませんといった形になっています。まあ、こういう風になって表示出た場合はですね、少し時間経ってから、えー、とチャット GPT の方にアクセスしてみてください。はい、今ですね、チャット GPT の方につながるようになったので、こちらから登録の方していきたいと思います。で、こちらのサインアップを押してもらえばと思います。 アカウントを作るにはメールアドレスを登録していくか Google アカウントでできるということだったので、えっと、私はです、ね、Google アカウントの方で進めていきたいと思いますはいでこちらでですね自分の携帯電話の番号を入力する必要があります今ですね携帯電話の認証が終わってですねアカウントを作ることができました これでチャット GPT が使えるようになっているので、質問の方を打っていきたいと思います。はい、それではチャット GPT の使い方について簡単に解説していきます。えー、こちらがですね、チャット欄に質問を打っていくだけなんですけども、まあ、例えばですね、えー、とチャット GPT について説明してくださいというふうに打つと、こういった形で,です、ね、返してくれていて、まあ、かなり自然な文章で返してくれているのが分かるかと思います。でここまでであれば、 Google 検索とかで,です、ね、こういった形で出力されるので、まあ、そこまで、えっと、びっくりするようなことじゃないんですけどもチャット GPT は前に打った文章をもとに次の文章をえっと出してくれたりするので、まあ、例えばここで新聞の記者のように説明してくださいというふうに打つとこういった形で新聞の記者っぽく少し文章が硬い文章でえっと返ってきたりします。 でもっとですねいろんな使い方があって例えば5歳児にも分かるように説明してくださいというふうに打つとこういった形で漢字が少なくて小さい子供もでも、えー、と理解がしやすいような出力をしてくれていますあとは文書の要約にも使えまして、まあ、例えばですね Wikipedia から文章をちょっと持っていきたいと思いますこれ人工知能というふうに調べたら出てきたものなんですけども まあここからですね、ここら辺の文章を使ってコピーして、これを貼り付けます。えっと、要約してというふうに最初に言って、で、文章を貼り付けます。はい、そうすると、こういった形でですね、えっと、短い文章で要約をしてくれています。これですね、えっと、使い方によっては、例えばですね、動画の字幕とかですね、持ってきて、その動画を要約してというのも、えっと、できます。 例えばですね、前回の私の動画の字幕をですね貼ってみたいと思いますはい、そうするとこういった形で要約がされていて中身も、えー、と合っているかなと思いますでこれちょっとまだ、えー、と長いなというふうに思ったら例えば箇条書きで要約してくださいというふうに、えー、と言ってみると はい、そうするとですね、こうやって過剰書きで返してくれまして、まあ、ニャンタという AIV1 が登場しましたと、まあ、トピックは AI で株価を予測することですと一般的には AI で、えー、予測できないと言われますが、えーと、ちょっと漢字間違ってますね。予測できるかもしれないという可能性もありますと。あと、ニャンタは株の仕方は分かっていますが、AI を使って株価を予測することが初めての試みであり、普通に損することもありますと。あと、期待せずに見ていただければと思いますということでですね、過剰書きできているかなというふうに、えー、思います。面白いですね。 あとはですね、例えば、えっと、小説を書いてというふうにすれば、えっと、小説も書いてくれますはい今ですねえっとにゃんたが YouTube で苦労しながらたくさんの人に動画を見てもらえて幸せになる小説を書いてというふうに言ってみました、まあ、そうするとですね面白いアイデアですということで頑張ってくださいということを言われたんですけども、まあ、ちょっとあなたが書いてくださいというふうに打ってみましたそうするとですねこういった形でにゃんたの YouTube での苦労と成功の物語を書いてくれました まあなんかにあんたは常に自分のユニークなアイデアを動画にして、まあ、YouTube にアップロードすることが好きでしたと,、まあえー、と。新しいことを学び成長させたいと思ってました。そのため彼女は自分の技術を向上させることを目指して毎日動画を、えー、撮影編集することに励んでいましたと。しかし初めは誰も彼女の動画を見てくれないことが多く、えー、自分のアイデアはダメだと感じていました。まあ、しかし諦めずに良い動画を作り続けました、えー。より多くの人に見てもらえううたと。ある日、えー、彼女の一つの動画が突如 大きな人気を博しましまたとこれまでの苦労が報われ彼女は YouTube での成功者としての自分自身を実感することができましたと,、えー、とまあとはですね、えー、と例えば YouTube を撮る時に、まあ、どういう内容にすればいいかなっていうところを相談したりすることもできます。 で、チャット GPT の YouTube を撮るんだけど、どういった内容をすればよいかというふうに相談したらですね、えっ、ー、と、まあ、ちょっと具体的な内容については答えてくれなかったんですけども、まあ、こういう風に内容にしたらいいんじゃないかというところで、えー、教えてくれました。はい、あとはですね、えっ、ー、と、チャット GPT の動画撮ってるんだけど、サムネのタイトルをですね、ちょっと考えてというふうに、えー、打ってみたいと思います。はい、そうするとこういった形でですね、えっ、ー、と、かなり違う、えー、とサムネのタイトルとしてですね、候補をいろいろ上げてくれました。アイデアとしてですね、こういったものを使って、 ま何かか考えてていいいくっていうのも良いかなと思いますあとはですね英語の勉強をしていますということで例えばですね英作文を作りたいなという時に、えっと、役に立ったりしますはい今ですね、えっと、英語の勉強をしているので、まあ、下記の単語を使って個々の英作文と日本語訳を作ってくださいというふうに打ってみるとですね、まあ、こういった形で英作文と日本語の文章を打ってくれるというところで勉強する時もいいかなと思います はい、あとはですね、英作文を添削してというのも使えますということで、まあ、例えば自分で英語の文章を打ってですね、これを添削してというふうに打つと、まあ、英語としてですね正しい文章をですね打ってくれるというところで、まあ、英語の勉強にもかなり使えるかなと思います、はい。あとはですね、コードの生成ということで、例えばですね CSV ファイルを読み込む Python のコードを書いてというふうに打つと、まあ、こういった形でですねコードを書いてくれたりします。 また、コードをリファクタリングすることもできます。はい、こういった形でリファクタリングしてくれました。はい、あとはですね、関数の名前をえっと考えてほしいというときも使えたりします。まあ、今ですね、データを読み込んで機械学習で予測を算出する関数がありますと。で、名前を考えてくださいということに打ったらですね、こういうふうにえっと考えてくれたりもします。 はい、他にもですねいろいろな使い方があるかなというふうに思うんですけども以上でちょっと使い方についての解説を終わりたいと思います最後にチャット GPT を使う上での注意点になりますチャット GPT は人間のフィードバックをもとにモデルが作られています、まあ、なので人間が好む自然な文章を生成するということがすごく得意である反面誤った返答をすることがあります GPT は GPT3 GP はインターネットのページや Wikipedia そういったものを学習データとして使用しているようなので特にですね専門性が高い情報などに関してはネットに情報がなかったりして間違いが起きやすいようなので注意が必要になりますまたチャット GPT に入力したデータっていうのは OpenAI が管理しているサーバーに送られてしまいます でこのデータがどうやって使われるかっていうのはまだ明確ではないため秘匿性が高い会社の情報とかをですねそのまま入れるのは個人的には下げた方が良いんじゃないかなというふうに思いますそして現在は無料で使えるチャット GPT なんですけども今後優勝サービスになるのではないかというふうに言われていますまだ公式からコメントは出てないので正式な情報はわからないんですけども大体1か月に42ドルというふうに言われています 少し高く感じるかもしれませんが個人的にはそれ相応の価値があるかなというふうに思いますので優秀化されてもですね使用していきたいなというふうに思っています以上でチャット g p t についての解説を終わりたいと思いますこの動画が良かったというふうに思う人は高評価とチャンネル登録の方よろしくお願いいたしますそれではまた次回の動画でお会いしましょうバイバイ